2020年東京パラリンピックのバドミントン会場となる渋谷区が、選手たちに週1回定期的に練習場を提供することになり、昨夜日本代表選手が合同練習を実施しました。昨日の練習に参加したのはパラバドミントンの世界ランク2位の豊田真美子選手ら関東地区の日本代表選手10人です。パラバドミントンは2020年東京パラリンピックで正式種目となりますが、一般の体育館は車椅子禁止など制約が多く、練習場の確保が困難で、トップレベルの選手が一堂に集まってトレーニングをするのは難しいということです。パラリンピックに向けて我々がこうやって練習場所を提供していただけることによって、モチベーションもものすごい上がりますし、体育館は代表選手の練習中、一般の区民にも開放されていて、渋谷区は一流のパラアスリートのプレーを間近で見てもらうことで、4年後のパラリンピックに向けた機運を高めていきたいとしています。